川大直美は、日本の映画監督、奈良県出身、在住。メディア等では、川瀬直美とも表記される。奈良県奈良市寺町出身。身長167センチメートル。奈良市立一条高等学校卒業。中学時代にバスケットボールを始め、高校在学中は、バスケットボール部キャプテンとして、国体出場経験を持つ。 大阪写真専門学校映画科卒業。平城1と1300年記念事業協会評議員。奈良国際映画祭エグゼクティブディレクターを務める。大阪写真専門学校卒業後、同校の講師を務めながら、8ト、mm、ル作品に包まれてや、片つもりを制作し、注目を集める。ジップと行き分かれ実母とも離別し、 母方の祖母の姉に育てられた自らの特殊な境遇から制作された作品の独自性が評価されたものだった。1996年、大阪写真専門学校を退職し、奈良に個人事務所兼制作プロダクション、有限会社組がを設立。1997年、初の3 5ト、mm、ル作品であると同時に、最初の商業作品として制作された。 萌えの鈴作にて、第50回カンヌ国際映画祭カメラドールを史上最年少で受賞。また芸術戦勝新人賞を受賞。その直後に、同作品のプロデューサーを務めた、千藤武則と結婚し、活動も千藤直美名義となったが、後に離婚したことにより、生を河原に戻した。再婚後の2004年に第1子を出産。2007年、 第60回カンヌ国際映画祭にて、上がりの森がグランプリを受賞。また、同賞を受け、奈良県民栄誉賞を受賞。なお、同作品は NHK エンタープライズが制作協力した関係で、劇場公開前の2007年5月29日に NHKBS ハーイのハイビジョン特集にて放送された。また、この年の10月に行われた山形、 国際ドキュメンタリー映画祭のインターナショナルコンペティション部門で死でち女が特別賞を受賞した。2009年第62回カンヌ国際映画祭で映画祭に貢献した監督に贈られる黄金の馬車賞を女性、アジア人として初めて受賞した。2013年第66回カンヌ国際映画祭コンペティション部門の審査員に選出。日本人では 1996年にデザイナーの石岡栄子が務めて以来17年ぶり映画監督では初。2014年第12回ウラジオストク国際映画祭にて2つ目の窓がグランプリを受賞。2015年フランス芸術文化勲章シュバリエ賞を日本人女性映画監督として初めて受賞。同年アンが第68回カンヌ国際映画祭。 ある視点部門のオープニング作品に決まる。2016年、第69回カンヌ国際映画祭の短編コンペティション部門と学生作品を対象としたシネフォンダシオン部門の審査委員長に就任。2017年、光が第70回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品された。 最高賞のパルムドールこそのしたが独立部門でエキュメニカル審査員賞を受賞した。同部門での受賞は日本人女性監督としては初の受賞となった。2018年、2020年、東京オリンピック公式記録映画の式に決定、2022年春公開予定。2021年6月4日、バスケットボール女子日本リーグ会長就任。 地元の男子プロバスケットボールクラブである、バンビシャスならのファンクラブ名誉会員でもある。ありがとうございます。